続くんで、もう体バキバキでしたね。そうなんです。あの指導者が20何人とか集まるんですけど、それの指導実践っていうのをこう実際やるんですね。でその指導実践をやらない人たちは生徒役で実際に選手としてプレーしなきゃいけないんですよ。そうなんですね。なので毎日のように2部練をやるような形で 1,、はいね、1週間、はい、2週間とかずっとやるんですよね、はいはい、もう普通のなんかあれ部活やってんのかなっていうぐらい本当にもう基礎練から全部試合から全部やりました、うん、